フォアは、ウエイトがバックからウエイトが下がってる感じだったのでなのと、横もまあ伸びてて、前髪はもう結構目を隠すっていうか、割とこうどっちかに振らないと視界が悪い状態だったので、基本的にはこう短めのボブに近いショートが伸びてちょっとボブっぽい感じのウエイトになってるので、どちらかというとそのラインがショートのラインがはっきりしてない状態、例えばサイドのメリハリだったりとか、バックの後頭部を出すとか、首を長く見せるとか、前髪も長めなんだけどそれがデザインとしてはまるような長めの設定ではなくて、ただ伸びて長いっていう感じだったので、どちらかというと髪の毛のその長さ、うざさのある前髪っていうのは生かしながら、しっかり骨格を出して頭の形をきれいに見せるようなショートだったりとかっていうのをすごく意識して切りました。はい。